私の名はモグロクゾウ、人呼んで笑うセールスマン、ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて、今日のお客様は。おおえ？近いよ！この手がお尻を触ったのよ！だ、え？一体誰です？こんないたずらしたのは！あんたか？違うよ！あんたか？あんたか？あんたか？バッカモン！誰がそんな不潔なとこ触るか！まあ、不潔ですって？何さ、このクソジジイ！クソジジイ！やるぜ！ママはやめなさい。いやー、さっきは止めてくれてありがとう。あんな女など殴ってはわしの手の汚れじゃよ。それにしてもあんな女の尻を撫でて喜ぶ奴がいるんじゃから、まったく世の中乱れとるわい。実はあの犯人は私なのです。何？けがらわしい。そんなやつと話す口はないわい。お待ちください。これも人助けのためなんですから。あ、人助けじゃと？現代人は多かれ少なかれ心が貧しく病んでいます。私はそういう人々の精神の救済をしておるのです。すると何かね、あんたの言う精神救済とは痴漢をすることかね。たまたま今痴漢症のお客がいるのです。そこで私はお客の立場、つまり痴漢になってその心理を分析しているのですよ。ただ私はどうも直接的な生の手段を好まないので、こういった小道具が必要なのです。他にもいろいろあります。例えばこのスコープですが、これにアタッチメントをつければ前後左右どんな角度でも覗けます。これはおもちゃのマジックハンドですが、干してある下着を湿気するのに便利です。これは馬用の聴診器です。これを使えば隣の部屋の姫ごとも大きく大きく聞こえます。バカボーン！気がらわしい！では最後にもう一つ。いかがです？これを女の子に取り付けるときは慎重に。この姫男め！カラカラカラ！まったく呆れたバカがいたもんじゃ。は？なんだこれは？変なもんばっかりだなあ。よこせ、忘れたんじゃい。あら、お隣のおじいちゃん、お帰りなさい。うん、お散歩もいいけど過ぎると体に毒よ。うん、あら、いいカバンね。何が入ってるの？いや、これはその、なんでもない。よしこ。まったくクーラワシ。変な噂を立てられてるのを知ってるかい？お前とじいさんが怪しいって。冗談、あんなくたばり損ないごめんよ。
ああいう一人暮らしのじいさんってさ、意外とすっごい貯金持ってたりするんだから。今私が優しくしてやれば、いざっていう時に私に遺産譲ろうって思うかもしれないじゃん。呆れた子ね。あの冷たっているぞ。このわしをバカにしよってどうするか見ておれよ。ちょっとあんたの様子を見に来たんじゃ。あ、嬉しい。よく来てくれたわね。今晩うんとサービスするからゆっくりしてってね。ご案内さん、ご案内さん、バンバンテーブルご指名ですよ。あ、私を呼んでるわ。おじいちゃん、ちょっと行ってくるわね。あ、もうおじいちゃんったら、見たいなら初めからそう言ってくれればいいのに。いや、あ、いや、わしゃ別にしろ。いいわ、おじいちゃんには大サービスしちゃう。だれ、まったく呆れたもんじゃ。あんな恥知らずにムキになったわしもバカであった。あ、こりゃいかん、頭を冷やそう。寝てしまおう。おお、こんな夜中に体操ですか。ああ、だなんだ。おお、けしからん。人の部屋へ勝手に入って何の用じゃ。お主、おや、なんかはみ出してます。それは何でしょうね。ママ、干してあったパンティーなくなってるわ。わしは地下になったじゃん、わしのバカ。そう恥ずかしがることはありませんよ。むしろあなたのお年でそんな衝動を感じたということは実に喜ぶべきことじゃありませんか。いっそ痴漢になりきったらいかがです。そうすればまた新しい世界が開けます。バカだ、あんたはこれ以上わしを恥ずかしめようというのか。わしゃ、なんじゃ。だな、ご覧になります。あら、わしは、おい、押すな、バカ。惜しいとこだった。未熟者め、バカ者どもめ、わしは6時から来てアベックの居心地がいいよう掃除をして新聞紙まで敷いて待っていたのに、お前らのためにめちゃめちゃじゃないか。覗きには覗きのルールとエチケット注文がある。すいません。男は誰しも痴漢になる要素を持っているものです。痴漢道を極めるのもまた人生の醍醐味と言えるでしょうな。おお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 お